はい、どうもことです。今日はね、前回のマンウィズアミッションのダイブの続きをやっていきます。で、チューニングなんですけども、6弦が半音下げのドロップ D ですね。ごめんなさい、1音下げです。で、BPM が、210です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、前回ね、1番のサビまで終わったんで、今回2番の A メロからいきます。はい、2番は白玉ですね。コードは1番と一緒なんで、ちょっと省略します。はい、で、次のパートなんですけども、ここはアルペジオですね、クリーンの。はい、で、ここの部分なんですけども、ルートだけが移動していく感じで、この部分が、6弦の開放と、2弦の4フレットと3弦の4フレットです。見えるかな？ですけど、これ多分ね、チューニングを1音半下げにして、6弦を、あとの弦を全部半音下げにしたら、その次の音が多分開放で出せるんで、もうちょっと簡単になると思います。はい、で、その次 C メロとギターソロなんですけども、ギターソロの手前までですね。ここはまたルート音を言っていきます。5弦の2フレット、最初の音が、次が6弦の2フレット、次が6フレット、2フレットに戻ります。最後が4フレット、はい、じゃあギターソロをやっていきます。はい、じゃあここの部分もゆっくりやります。はい、じゃあダイブは以上になります。で、また定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。最近ワンオクロックのリクエストが結構多いんで、また何曲か、まとめてやっていこうと思います。あと下の概要欄に SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。